こんにちは、まごです。今日は、目の夏のメイクということでアイカラーの紹介をしたいと思います。で、まあ、私はいつも言ってると思うんですけど、あんまりメイクとか最近勉強し始めたばかりだから、まあそうだな、紹介というか挑戦程度で、はい、皆さんにお届けできたらいいなって思ってます。で、今日使う色なんですけど、今日はブルーと、オレンジカラーを使っていこうかなって思ってます。で、私普段会社員なので、あんまり明るい色の、アイカラーを持ってなくて、でも買ってもなんかちょっともったいないなって、あんまり使わないから普段。だからちょっと今日は100均のものを使いたいと思います。でも100均って今クオリティ高いから、で、これ、ブルーのカラーはこちらです。これ有名だよね。そう、この、4色入っているパレットとオレンジのカラーは何使おうかなって思ったんだけど、なんかいろいろメイクの方法とか調べてみたら、なんかチークカラーとかを普通にこのアイカラーとして使っても OK みたいなので、今回はチークカラーでちょっとこのオレンジの部分を出していきたいなって思ってます。そうそう、なんかチークとアイカラーって、だいたいカラーの色のものは一緒で、それにちょっとラメがプラスされたりとかで、元の成分は同じみたいなので、よかったら皆さんもやってみてください。じゃあそんな感じで挑戦したいと思います。あとは、ちょっとラメとかで、こういうのも使ってみたいな。これ、まじょまじょのやつなんだけど、これとか、あと、このマックのいつも使ってるミネラライズのやつなんだけど、このラメとかを使っていこうと思います。はい、じゃあちょっとやってみます。で、アイシャドウベースを塗るといいっていうことで、なんか口コミとかで見たら、このキャンメイクのこのアイシャドウベースがいいみたいで、500円くらいで安かったので、これを使っていきたいと思います。はい適当じゃないんだよ、これでも頑張ってるんです。すいません、ちょっと頑張ってくね。で、一応ベースとマスカラとかそういうのはやってる。あとリップとかは今日はつけてます。はい。で、こうアイシャドウベースをちょっと出して、もうちょっと伸ばして、この目のところに塗ってきます。なんかこれ結構サラサラな感じなテイストなんだけど、なんか他のなんかいろんなアイシャドウベースとか口コミで見たんだけど、これが割と人気だったね。なんだろうね、透明だからかな。他のはなんかちょっとベージュっぽかったり色がついてたりするんだけど、これは伸ばしても色が透明だからいい感じです。はい。で、最初にこのまじょまじょのやつを筆でこの二重ら辺を全部こう塗ってきますね。まあベースとしてこのちょっとラメが強いこの色を塗ってきます。ちょっと私のメイクの仕方は変かもしれないけど、同じ色をいっぺんに塗っちゃうんだ。こんな感じ。そう。で、全体的にちょっとベースの色を、まあ、発色を良くします。こんな感じ。はい。そしたら、オレンジをいっていきたいと思うんですけど、オレンジはチークを使うので、まあ、いつものこのアフレドールのグランを使っていこうかなって。これはいつもチークで使ってます。で、こういう感じなんだけど、今日はここの濃い薄い色とこの中間の色を混ぜて使っていきたいと思います。で、なんかまあ、嫌だなって思ったら、綿棒とかでやっていいと思うので、綿棒とか、まあ、チップとか持ってる人は、自分のそのチップでやってみてください。で、まあ、この今を、こういうふうに、綿棒で取りました。で、この目尻の、この、一番端じゃなくて、真ん中から、
ちょっとここら辺、真ん中から2分の1ぐらいのところに塗ってきます。見えるかな？この真ん中から、この黒みの瞳の上ぐらいから、ここら辺まで塗ってきますね。オレンジを。こんな感じ？もうちょっと見えるかな？オレンジ。よいしょ。今オレンジ塗ってみました。ちょっと見づらいね。ごめんね。そう。まあ濃いめが良かったらオレンジのところを濃く塗ってもいいと思う。でもあまり腫れ、なんかオレンジ濃すぎると腫れぼったくなるから気をつけてください。こうオレンジを塗ってみました。で、次に、この100円ショップで買ったこのパレットね、さっきの。今日は、この一番、なんかエメラルドグリーンみたいなのを使っていきたいと思います。これは付属のチップがあるので、チップでつけていこうかな。あー、でも、綿棒で今日はつけていきます。はい、すいません。で、この緑っぽいのをちょっと取って、こんな感じにとって、この今オレンジここら辺までつけたから、今度目尻にかけて塗っていきます。で、ポイントとしてはあまりちょっと調節してください。あのね、あんまり塗りすぎてもそう難しいんだけど、この目尻のちょっとオレンジを塗ったところからかぶせるような感じに目尻にかけてね、塗ってください。どうかな、ほら発色いいよね、こんな感じ。はい、うんうん。じゃちょっとこっちもやってみるね。そう、オレンジと青のなんだろう、色合いってとてもいいみたいで、あの組み合わせが。だからこれからアイカラーとかいろいろ多分もっと夏限定の商品とか出てくると思うんだけど、それで組み合わせてたらいいと思う。で、こっちも今オレンジに塗ってみました。そしたらまたこの緑というかグリーン、エメラルドグリーンの色を取って、この目尻のね、このかぶさるところ、オレンジとこのかぶさるところを塗ります。そうそうそう、うん、100均の割にはすごい発色はいいですね。なんか思ってたより。今こういう感じに塗りました。じゃーん。すごいね。100均の割にはいい感じ。そう。で、こういうちょっとなんかフラミンゴみたいな、なんか鳥のようなこうカラーになりましたね。こんな感じです。はい。そしたら、まあ、アイカラーとしてはこんな感じで、ちょっとアイホールに、ラメを入れていきたいと思います。で、このマックのこのキラキラのやつを塗ってきます。まあ、これはちょっとこういう筆とか自分の筆で塗るのがおすすめです。ここを取って、ここら辺を全体的に塗ってきます。アイホール全体に。まあこのやっぱマックのラメはすごい、ラメ感がすごいので、はい、おすすめです。まあこれはね、休日というかアイメイクっていう、本当にすごい。今こっち塗っちゃったけど、ふーって感じ、ふーって感じ、ちゃんと真面目にやりますね。で、こっちもアイ、ここを塗ってきますね。このアイホール全体にラメを塗ります。はい、こんな感じに今ラメを塗ってきました。いい感じです。で、まあその下、涙袋とか下につけたい人はつけていいと思う。今日どうしようかな。うん、じゃあせっかくなので、この100均のパレットの白いのがあったから、白いのをちょっとこの辺に塗ってみたいと思います。涙袋は重要だよね。涙袋とか目頭ら辺とか女の子っぽくなるから、まあその辺は持っているものを使えばいいと思います。じゃあこの辺に塗っていきますね。
白い100均のなんですけど、これほんとクオリティいいと思う。ちゃんとアイシャドウベースつけたら、よいしょ。で、綿棒で塗るのも結構おすすめ。なんかこう細かいところとかね。どうでしょう、今下にとこの目頭に白いのを塗ってきました。一気にこう明るくなった。そしたら、まあ、この下にも塗りたいんだけど、でも今日は青を効かせたいから、効かせたいので、どうしよう。ちょっとじゃあこのマックのこの薄い茶色みたいなのをほんの少し塗ってみるね。この辺に、この下にね、際ほんの少し塗ってきます。うん、いい感じじゃない。はい、できました。じゃーん、はーい、とか言って青とオレンジの組み合わせどうですか。いいですよね、夏らしくて。うん、まあ、ちょっと遠目で見ると若干このカメラと見づらいかもしれないんだけど、こう話こう近づいて見た時にやっぱりこの青がすごく夏らしいですよね。イエーイ私でもこんな簡単にできるので、よかったら皆さんもぜひやってみてください。で、これはダイソーで売ってたから、これ100均だから全然100均でいいと思います。はい、しほらカラーって多分いろんな、まあ皆さんパレットとかいっぱい持ってるからいいと思うんだけど、それでも全然いいと思います。でも私ちょっとそのね、あまり使わないカラーを買うのもったいないなって思っちゃうタイプだから、ちょっと挑戦としてはこの100均で全然いいと思う。で、普段ずっと使えるなとか、ずっと今後使いたいなっていうものがあるなら、こういうブラウン系のものを、いいもの、マックとかいろいろあるじゃない、そういうので揃えたらいいと思います。はーい、じゃあよかったら皆さんもこのオレンジとあのブルーの、はい、サマーカラー挑戦してみてください。はい、こんな感じでしたが、よかったらまた次の動画も見てください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。